です。お久しぶりでーす。もう復活しまして、はい、はい、ご心配おかけしました。いきなりなんですけども、はい、久々のポンチャンネルはドッキリ企画でございます。ということで、ドッキリなんですけども、はい、今回はずきは仕掛け人です。仕掛け人です。ということで、びっくりする、驚く演技、そう、演技をうまくしてもらわないとね、心配だね、まあ、ドッキリなんですけども、今回、ユリアとおたちゃんはね、何も知らないということで、はい、まだ会ってないんですけど、なんかプレゼントだよって、渡してもらって、開けたら中からポンが出てくるっていうドッキリを、今回、はい、していきたいと思います。はい、それでは、ということで、こちらが今回ポンが入るバッグでございます。ちょっとね、人型になっちゃうから骨組みで両サイドに入れました。椅子を入れました。これで入ってみようか。ちょっと中にポンが入ってます。真ん中で手つぶれるパターンないですか。あ、いいかも。どうですか。あ、でもね、わかんないわかんない。お真ん中これ開いてんだけど、頭中のキャンプグッズかなぐらいの。真ん中だけちょっとポンってしてる。頭が、でもまあ全然このくらいだったらね。でもこれでどうやって出てくるんですか。じゃあちょっとリハーサルするよ。はい、はい、じゃあまずウェブ入ってきます。あー、触りそう。ユリは絶対触る。どうしたらリヒさん開けますか。じゃあファンの人からプレゼントがあるから開けますね。いくよ、いきます、せーの、イエーイ。あー、いい、今のめっちゃいい。今のめっちゃいいです。楽しいこれ。課題なのがいいか。イエーイとか。今のめっちゃいい。ちょうど袋がバーンって全部落ちたんで、ね、だって気をつけなきゃいけないのは髪の毛を巻き込まないようにしない。そうですね、あと私が動かないようにしないこうやってやっていけばいいか。待って、今何分ですか。いつ来るかな。じゃあ、あと20分このままで。やばい。こんな感じでいきましょう。こんな感じでいきたいと思います。はい。みんな待ちです。あ、反転半に来るかな、みんな。それをちょっと見せます。すごくない？え？ちょっとファンの人から。
クションが想像以上すぎて戸惑っちゃって、はずきもっとなんか冷めてるかなって思ったんですよ。なんで冷めてんだ君は。今度気がついてるって言ってた。気がついてるなって。いや楽しみだと思う。以上、ポッドキャストでした。